ユーマ研究家の中澤武史です。今回ご紹介したいユーマは、日本で撮影された巨大生物ユーマ3選。え、日本で巨大生物が撮影された。そうですよ。しかも3つも。そうなんですよ。すごいな。日本ってさ、やっぱツチノコとかカッパが一番メジャーユーマであることからもわかるように、まあ、国の広さもあると思うんですけど、アフリカとかはやっぱでかい生物型ユーマが多いけど、日本はやっぱりそんなにでかくないユーマが多いんですよね。そうですね。そんな中でも巨大生物の目撃談も時々あって、はい、そして今回はですね、そんな巨大な生物を撮影している、しかも割とはっきり写ってるやつを3つ持ってきましたので、すごい。ちょっと見てください。はい。じゃあまずは動画から見ていただきたいと思うんですけど、はい、これは大蛇の動画になります。大蛇？川を泳いでる大蛇ですね。おー、マジか。早速見ていただきましょう。ね、川なんですけれど、はいはいはい、川の真ん中に撮影者の方がなんかいるぞって気づいてズームしていくと、なんかでかい細長いのがいるんですよ。おー、相当でかいヘビみたいなやつが。そうですね、川の中心にいて、うねうねしてて、うねうねしてるんですよ。大きさどんくらいだろうな。4、5メートルぐらいはありそうですよね。ありそうですね。うん、だから相当巨大なヘビが、まあ、川の中に突然いたんで撮影者の方もびっくりしたっていう、うんうんうん、まあ、映像になるんですけれど、これまあ大蛇として今僕言いましたけれど、僕はこの映像を見てあるユーマを思い出したんですよ。はい。かつてこちらのチャンネルも紹介したことあるユーマなんですけれど、カさん思い出したりします？なんだろう。ユーマはさすがに思い出せないですか、これを見ても。ユーマじゃないとしたら何思い出しますか、じゃあ。これを見て。ちょっと、ヘビって言われたらヘビだけど、うん、ミミズにも見えるかなと思ったんですよね。だとしたらユーマで言うと、こちらのチャンネルの過去一回やってるミニョコンとかね。ブラジルで目撃されてる巨大ミミズっていうね、そんなユーマもいましたけれど、確かにヘビって言ったけど、ミミズのようにもね、見えますよね。そうですね。でかいイモムシみたいな。そう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 。これ日本ですけど、だからジャパンデスワームとかね。モンゴリアンデスワームじゃなくて、ね、そうですね、ジャパンデスワーム。まあ、アジアだからね。ジャパンデスワーム、そうか、同じアジアでやってきたっていう、ね。そうそうそう。まあ、それも非常に夢があるんですけど、まあ、いろいろね、これ見ていろんなものを連想できるんですけど、僕がね、この映像を見て思い出したユーマっていうのは、ラーガルフリョートルムリンです。ほう。覚えてますか？あ、でもなんか名前は聞き覚えがありますね。母さんが編集してますからね。はい。ラーガルフリョートルムリンっていうやつも、まあ、世界中で有名になるきっかけとなった映像、動画があったんですけれど、はいはいはい、その動画が、まあ、本当普通の民放のニュース、日本でも民放のニュースとかでも紹介されてて、巨大生物だって騒がれてたんですけど、どうもこれ生き物なんじゃないんじゃないかって、そもそも。実はこれ、だからその、ラーガルフリョートルムリンが目撃されてた場所は寒いところだったので、まあ、湖の中でなんかロープか何かが引っかかってて、それが、まあ、その周りになんかその、まあ、凍っちゃって、まあ、そのロープじゃないような形状に見えたものがこう湖の中心でくねくね動いてるだけなんじゃないかって言われてたんですけれど、はいはい、確かによく見ると動きがね、生き物っぽくない、なんかその物が流されてるようにそのユーマも見えてて、これはどうも生き物じゃないんじゃないかっていうふうに僕みたいな、まあ、ユーマ肯定派も思ってしまった動画だったんですよ。で、この日本で撮影された大蛇も、よく見ると、実は、ずっとうねはねはしてるけど、全身も後身もしていないので、はい、やっぱり川の真ん中で何かが引っかかってんじゃないかなっていうふうにね、ちょっと思っちゃったんですよね。あ、うん、まあ、確かにそうですね。うん、言われてみると、生き物じゃないかもしれない。うん、まあ、この動きは生き物っぽくないかなと思いますね。そうですね。なんか、はい、もっと生き物らしいやつを見たいんで、じゃあ顔がよく映ってるやつ。おぉ、ドアップで映ってる写真なんで。これもう次のはちょっと期待できそうですね。はい、しかもこれね、日本を代表する、はい、まあ巨大生物今の中で日本を代表する存在である、クッシー。おぉ、
ックシー会はねこのチャンネルの過去やってるんですけれど、まあちょっとその時は紹介していなかったすごい写真が実はあったんですよ、こちらになります。ん？ほら。なんだこれ。顔見えるでしょ。ここが顔です。口ですね。でかい口開けて。ああ、なるほどなるほど。うん、でなんか触覚みたいなのがあるのかな。はいはいはい。そのカタツムリとかに。はい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 。2本生えてますね。フッシーって確かその、うん、まあ水中のユーマだから、これは水の中で撮られた写真ってことですか。まあそうですね、水中カメラで撮影された一枚だと言われています。へえ、なんでこんなにその顔がはっきり写ってるクッシーの写真を、うん、その以前やったクッシーカーの時に使わなかったんですか。これはね、だからちょっと紹介の仕方が悩ましい写真だと僕の中では思っていて、実はこの写真もユーマとか好きな人たちの間で有名な写真なんですよ。だからクッシー会の動画公開した時にね、コメント欄でね、はいはいはい、あの件はどう思いますかみたいな、実は何人か来てたの。あの、なるほどなるほど。クッシャロコの中で。はい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 。で、実はこれはね、撮影した人は自衛隊員と言われてる。だからその自衛隊の人が撮ったのクッシーの顔の写真の件とかは、はい、中澤さんどう思われますかって結構コメント切ってたんですよ。でこれあんまりね、あのさっきカン君笑っちゃったでしょ、自衛隊の人が撮ったっていう時。そうですね、ちょっとあの笑ったことを本当反省してほしいんですけど、これを撮影した方はこの後クッシーに殺されてます。マジっすか。だから襲われる瞬間に撮った一枚なんですよ。え、それは笑っちゃいけないです。そうですね。あ、じゃあその。不謹慎です。俺も笑っちゃった。めちゃめちゃ怒る。俺も笑っちゃったじゃないですか。いや、だけど、まあまあ、うん、あの、なんで紹介しなかったかっていうと、やっぱ、こういう情報を紹介するときは、また、あの、クッシー会は多分、いずれもう一回ぐらい、もう何回かやろうと思ってたんですけれど、まずはクッシーの基本情報として、割と誰の目にも触れられるデータベース、はいはい、まあ、その、一般的に調べようと思えば調べられるところから、まずはクッシーの解説動画を作りたかったんですよ、はいはい。この写真っていうのは、まあ、だって、ユーマに自衛隊員が殺されたなんてニュース、聞いたことないですよ。そうですね。あの、やっぱり、今のところ、いわゆるオカルトメディア以外では世に出たことがない写真なので、ちょっとどう紹介するかは、ちょっとそのクッシーの情報いっぱいバーって並べてる中に無理やりさりげなく入れ込むんじゃなくて、こういう情報も実はあるんですよっていうのはちょっと別枠でやらないとちょっとややこしくなっちゃうかなと思って、なるほど、クッシー動画の中ではちょっと紹介を控えさせてもらったんですけれど、はいはい、ただやっぱりその、まあ、その伝わってる話が本当なら、まあ殺される直前に撮ってる一枚だけあって、やっぱもう迫力がね、なかなかこんな迫力あるユーマの写真ってないですから、ね、そうですね、まさに襲われる瞬間ですからね。でこれがさ、まあ、本物だとしたらさ、何なんだろうね、クッシーってね。そうですね、だってプレシオサウルスでもなさそうでしょ。なんかね、なんかやっぱカタツムリみたいなね、なんか触覚みたいなのがね、はい、見えたりするんですよ。ちょっと正体不明、あのこんなにはっきり写った写真があっても正体がなんだかわからないのがクッシーということで、まあその未知の動物ですね、ま、マーチで未確認生物ですね、うん、ユーマ、ザ・ユーマということですね、はい。じゃ続いてなんですけど、はい、これはですね、まあカンさん怪獣映画とか大好きじゃないですか。そうですね、大好きですね。もうの今日カンさんの家で撮ってるんですけど、もう目の前にいつの間にあんなでっかいキングギドラ買ってたんだと思って帰りパクっていこうかなって。ちょっとやめてください。あんなでかいのパクったらすぐ呼ばれますけれど、はい、あのそんなね怪獣映画大好きな人がワクワクするシチュエーションで撮られたユーマがあるんですよ、日本で。日本でなんと、はい、東京タワーの隣にユーマがいた。おお、巨大なやつ。もう東京タワーなんてね、もう今までは特撮ファンの聖地だと思ってたでしょ、はい、もしくは猛烈大人帝国の逆襲のファンの。あれ東京タワーでいいんだよね。あれ東京タワーです、ね、クレヨンしんちゃんのね、あの映画も超大好きなんですけど、うん、そんなクレヨンしんちゃんのファンと特撮ファンの間の聖地だった東京タワーが、なんと、はい、ユーマファンの聖地にもなるかもしれないっていう。おー、すごい素晴らしい。これ写真なんですけど、はいはいはい、ちょっと見てください。どうだ、お、なんかいる。東京タワーの隣になんか首がニョキッと出てるようなやつがいる。なんかいますね。そうなんですよ。こいつ初代ゴジラよりでかいよ、多分。
そうですね。まあ、高さ的に。まあ、これが頭だとしたら話、ね、頭だとしたら、うん。まあ、もしかしたらその UFO とか、まあ、空飛ぶ飛行生物みたいに飛んでるやつがこの辺に横を通過してるのかもしれない。ていうか、そっちの可能性の方がさすがに高いかな。まあ、胴体は見えないんでね。うん。でも東京タワーので隠れてるんじゃないですか胴体は。いやどうだろうな。東京タワーってそうか。あの、間が抜けてるから。そう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 。ってことは頭だけなのかな、こいつは。頭だけひょっこり出してるみたいな感じなんですかね。うん、こいつの正体何だと思いますか？なんだろう。これね、名前忘れちゃったんですけど、はい、トカナの、元トカナの編集長のスミさんは、異次元から、異次元のワームホールみたいなところからネッシーが頭を出したんじゃないか , , 笑っちゃった異次元ネッシーってことですか異次元ネッシー的なものなんじゃないかとあの別の名前で確かスミさん言ってた記憶があるんですけどちょっともうすみませんうろ覚えなんですけれど、まあ、そんな仮説も考えないと説明できないぐらい不思議な写真、まあ、実際なんだか分かんないじゃないですかなんだか分かんないですなんかスーパー X2 にも似てるんだよねあ確かに作られてたのかないつの間にかね自衛隊が作ったのかもしれない。いつの間にか自衛隊が、だからクッシーと戦うために。叩き打ちだ。自衛隊がクッシーにやられたんで、はい、対クッシー用兵器、スーパー X2 を、なぜか東京タワーの近くで飛ばしているっていう。北海道と東京タワーって意味がわかんない。でも僕らが知らないだけで、もしかしたら自衛隊は対ユーマ兵器をいっぱいもう、そうですね。クッシーだけじゃないからね。ご機嫌にやってるかもしれない。やってるんじゃないかっていう夢が広がる。はい、でも、これ秘密兵器だとしたら、東京タワーの隣絶対飛ばしてたもんね。まあ目立ちすぎですからね。うん、だから本当にでもこれ、まあどうしてもちょっと今、ちょっとおふざけが過ぎるトークしてますけど、はい、マジでこれなんだかわかんないんですよ。そうですね。なんだろう、超巨大な心霊写真とか全くこの物体なんか光ったりしてないのかまたね。飛行機とかね。あれだったら何かしら東京タワーの隣にいるって言い方したけど東京タワーにくっついてるのかもしれないですよねあでも本当にこれ結構でかくてこれはだから本当特撮ファン例えばっかりになどうしても東京タワーだからそれ、うん、キングコングの逆襲で登ってる時のキングコングサイズだよねあキングコングなんじゃないこれいつの間にか日本にキングコングやってきて登ってる最中のキングコングこう上の方にメカニコングいるんじゃないかなみたいだね。はい。すいません。真面目な仮説が一個も出てこないぐらい、本当に正体不明です。はい、本当に、一個ぐらい、これなんじゃないかっていうのも、懐疑的な説も含めてなんか出せればよかったと思うんですけど、本当に何も、自分これに関しては正体わからないんで、ぜひ、コメント欄の方とかで、まあ、全然おふざけのネタっぽいのでもいいんですけど、真面目に、これの正体ってあれな、これがたまたまこういう風に映っちゃったんだけなんじゃないんですかみたいな、見解とかも大歓迎でありますので、ぜひコメント欄の方に書き込んでいただければと思います。以上、日本で撮影された巨大未確認生物参戦でした。今回も動画ご視聴ありがとうございました。コメント欄にですね、中澤武史にこのユーマについて語ってほしいとか、あと、ユーマのこういうエピソードが聞きたいとか、そういったものが、ありましたら、よろしくお願いします。